はい、クレイです。今日は、紅葉も美しくなり、そしてここの、川沿いにカモがやってきまして、もうそろそろ冬が本格的になるな広島もっていう感じなのです。なのでそこで、紹介したのが、バブアという、ジャケットをご紹介したいなと思います。はい、ではでは、ですね、バブア、ここの出会いは私は全然そんなに知らなかったんですけど、このかっこいいジャケット男の人が着てるなっていう人が全部実はこのバブアのジャケットだったんですね。なのであれって気になってきて、どんどん気になってきちゃって、でいつか古着で見た時に、わすごい、こんなにちょっとすごいものなんだっていうのを実感したので、今回はちょっと本当でも全然通じゃないので、話半分で聞いてほしいなと思うんですけど、なんか経年変化とか、そのなんかすごいいい服っていうのが分かってもらえたらなっていうのは、この YouTube で紹介したいなと思います。はい、ではでは、バブア、はい、イギリスのブランドです。イギリスの120年ぐらい前に、ジョン・バブアさんっていう方が開発されたんですけど、その時120年前って言ったら、私たちはもう今はレインコートとかナイロンとかあるんですけど、もう一切ナイロンとかポリとかがなかった時代、本当になかった時代、漁師さんとか、あとはやっぱり船舶とか、あとは港を守る人とか、イングランドのものすごい寒い時にコットンの、しかもまあウールもあるんだけど、雨もすごい、だからウールだったら雨がしのげないっていうことがあったり、水仕事がしのげないっていう時に、こういう上質なコットンに目の詰まった、すごく目の詰まったコットンにオイルを塗って、それを漁師さんたちが着てたっていうのを開発されたのがジョン・バブアさんっていう始まりです。ことの始まり。なので今はオイルを塗ってる、オイルドクロスっていう布なんですけど、もうほんとその時代120年前はきっと魚の油とか動物の油で塗って臭かったと思います。それをもう極寒の中、とっても でもすごくその開発によってものすごくこう生産性が上がった、仕事がはかどったっていう寒い中、風もなく雨もしのげてっていう、すごく画期的な お洋服だったのがこのジャケット、あとブルゾンでしたっていうことで、始まった当時は、その120年前はずっと水仕事で使われてたんですけど、1950年ぐらいですかね、戦争でやはり使われることになって、戦争で雨風をしのぐっていう感じで開発が進んで、どんどん進んでいきました。残念ながら戦場の方に着る制服というふうに、英国公認というふうになりました。でもお洋服の発達する上で、バーバリーとかこういうバブアとかも、やはり戦場で活躍する服っていうのは、今はファッショナブルでとても素敵なお洋服になっていますけど、やはりことの始まりはそういう戦争とか、もう耐えしのぐためのタフにならざるを得ない服っていうもので、やはり丈夫、そして防風防水っていうことで、すごいこう重宝されたということの悲しい事実なんですけど、そういうのもあるなと思いました。で戦争が終わって、そして次にライダースジャケットみたいな、防風なので、これが乗馬とかライダースする人にすごくもてはやされました。そういうちょっとファッショナブルな域になって、で男性なんか特に狩猟とかバンバンとか、そういうやはりこうお庭で活躍するとか、そういうちょっとこうお家で楽しむアイテムに近くなってきて、私たち日本ではもうファッションとして現代では着てることになっていくわけでございます。そういう歴史がすごいまた面白いなと思って、
で、このジャケットすごくいいなって思うところは、はい、オイルが塗ってあります。でこのオイル、古着屋さんとか見たらものすごいちょっと匂いがあってうわって感じがあるんですけど、最近のあのオイルのものは、匂いがないです。無臭です。でそんなにベトベトしないんですが、ちょっとお気に入りのシャツとかなんか持つときはなんかこう隔離してほしいなと思いますし、こういう感じで持つのがベストかなと思います。はい、でも中は全然オイル入ってないので、このオイルも自然に取れていきます。はい、でちょっとベトベトがどうしても嫌だなって思う人は、乾いたタオルでドライヤーをザーッと当ててあげてちょっと拭き取るという工程を一手間なんですけどやってもらうとちょっと軽減されると思うので、そこら辺もちょっとお家帰ってやってみてください。でここの本当上質なコットンにオイルを塗っていて防風防水なので傘は本当ささなくていいかもしれませんね、小雨なら。はい、でここはコットンになります。全部コットンですね。でここら辺も、通気性が良くするためにここに穴が、はい、空気穴があります。こんな感じで、はい、でいろいろボタンがついてるんですけどカスタマイズができるんです。うちでは取り扱いがないんですけど、帽子をつけてみたり、ここのチャックのこの二重になってるチャックでチョッキをつけてみたりとか、いろいろ自分でカスタマイズができるのでそこも面白いかなと思います。やはり西日本の人はもうこれで十分なんですけど、関東を北海道とか行くとライナーつけてみたり帽子つけてみたりとかすることがあると思いますので、いろいろカスタマイズできる楽しさもちょっと自分なりの面白さかなと思っています。そう、これのすごいところはロイヤルワラントって言って英国の、マークがついているんです。わかりますかね、うん、はい、これ3つあるのが結構ミソ、はい、エリザベス、今のエリザベス女王の承認を得たお洋服と、あとはエジンバラ、今のエリザベスの夫さん、はい、旦那様がよいよって揺れた称号をも持っているし、あとはチャールズ皇太子のあのマークも揃っている、3人今出ている全てのものが全部揃ってます。で、チャールズ皇太子に関しては結構環境も重んじてるブランドしか今は与えてないっていうことなので、環境にも特化してるので結構これは素晴らしいアイテムかなと思うので、ぜひここら辺も面白いです。そう、はい、じゃあちょっと着てみます。バブアを着てる女子はバブ女子っていうらしい。これメンズなんですけど34、こんな感じで、私156なのでちょっと大きいかなって思うんですけど、ちょっと抜けてみたりとかこうやってみたりとか、あと意外と東京でよくかっこいいなと思うのはこう、ちょっと硬いから何とも言えないんですけど、ちょっとこう裏地を見せながら、そしてニットを出しながらこういう感じでお召しになってる女の子が結構可愛いなと思ってみたりとかします。どうでしょうか、結構可愛いんです。メンズをビデイル、あ、そうだそう、すいません、ビデイルっていうものです。バブアはいっぱいシリーズがあります。トレンチ風なやつとか結構ロングのコートとかあるんですけど、これが一番まあメジャー、本当ビデイルっていう、バブアのビデイルって言ったらもう、あ、間違いないねっていうアイテムだ
と思いますので、これだけ覚えてみてください。はい、でも女子がかっこいいんですよね。女の子がこうやって羽織っても、で何がかっこいいか、もっとかっこよくなるっていう経年変化っていう、本当にこう着てった時にくすんでったり色が褪せたりとかするのがかっこいいなって思うので、結構ねいい感じです。よいしょ。これが同じようなもの、古着で見つけたものなんですけど、わかりますか、この経年変化。これがかっこいい、こっちに早くしたいっていう。これはでもとっても臭いんです。なのでもしお買い求めになられるんだったら、古着でなく、女の人は新しいものをもう10年20年こう経年変化で育てていくっていう形がいいかなと思っています。で意外とメンテナンスのもなんですけど、オイルを塗っているので、オイルが剥げていったらどうなるのっていう感じなんですけど、実は英国では、オイルを塗り直します。で雨をしのいだりとかするんですけど、多分日本では傘さすしそんなに必要ないと思います、そのオイルを塗る工程が。だけどこう渋谷の本店とか行ったら教えてくださるので、それはそれでいいかなと思いますし、やっていただきたいなと思うんですけど、とりあえずこれでオイルを剥げた状態で私たちはおすすめしたいなと思うので、この状態で着ていただきたいなと思います。実はオイルも本当は買ったんですけど、こんなオイルです。これを湯煎して、でおいこっちのおやつもあったかくしてドライヤーとかで温めたりとかして、もうベトベトに塗ります。でこうあらかじめ拭いたりとかして使うんですが、ほんとベトベトになるので、やめた方がいいです。男の人ですごいもうなんかもう大好きっていう人がいてればおすすめはするんですけど、ぜひ私たち女の子はなんかこうお控えくださいっていう感じですね。はい、でも着てるだけでとっても可愛い、しかもかっこいいんですよね。なかなかこれ色褪せて着てる人いたらもうわー好きって思うので、私だけかな。はい、こんな状態で普通のこういうスカートとかにポロッと合わせていただきたいなと思う。はい、英国ブランドのバブアでした。いろいろ点々と喋りすぎてあらあらって感じなんですけど、また聞きたいことがあったらYouTube のコメントとかにもぜひぜひお知らせくださいませ。わかる範囲でお伝えいたします。では今日はバブアのビデイル、ほんと定番です、ぜひおすすめです。失礼します。